YouTube のネタ探して、はい、YouTube 検索してたら、はい、そしたら90代を出すにはこれとか、中身はいつも通り見てないんだけど、そういうのがすげえ多かったから、やっぱそこのボリュームゾーンを取っていかないと回数が回らないんで。え稼ぐ？回数稼ぐよ。稼ぎたいんで、ちょっと回してもらうために100切りとかやんないといけない。100切り、90切り。そう、その辺がね。なるほど。やっぱ多いよね。多いんだよね。やりますか、じゃあ。やりましょう。平井博明のワンナップゴルフ。100代、90代の皆さん、こんにちは。ワンナップゴルフはですね、すごいこと言うんですよ。嘘。すっごいふざけたどうしようもないこと言いますよ。こうやって、こうやってってボール動かないですよね。でも、こうやってやったらボール動きますよね。だから、そこから、つなげていかなきゃいけないってことなんですよ。何が動いたらボールが動きましたかってこと。まずは。それが結論。これが結論。これを詳しくやっていきます。殻が破れない方っていうのは、ワンナップゴルフっていうのは結構動画で何回も同じこと言ってるんですけど、まず、クラブの動きを優先できてなくて、その体はこう動かなきゃいけないって言って、クラブがいるべき場所に戻ってこれてないからナイスショットが打てないんですね。それがまず、上達できない理由の一つ。で、もう二つ目っていうのは、その、フェースアングルがどこを向いてたらどこに飛ぶと思いますかっていう単純なことがスイング中に忘れちゃう。クラブの軌道と一緒なんですけど、パターとかでやったら分かりやすいかもしれないですよね。変な話。こう打つとして、こうやって構えてパター打ったら絶対右に行くじゃないですか。こうやって打ったら左行きますよね。ってことがスイング中に自分で感じて、それをまっすぐキープしようとするにはどう動くかってことなんですよ。パターやってみたら本当に。そういうことだよね。そうそうそう。例えば、マットにまっすぐ打ちますよって言って、こう構えるじゃないですか。でも、スイング中振り遅れて、こういう向きになって、打ったら右に飛びますよねっていうことが、スイング中に起こってるんですよ、実際に。特にドライバーや長いクラブ。っていうのが、そういう、フェイスのアングルのズレっていうのは起こってるんで、それをまっすぐ戻さなきゃいけないんです。もちろん、まっすぐ飛ばせる。でも、なんでそこまで言ってんのに戻んないかっていうのが、まず一つにさっき言ったクラブの動きよりも体の動きを優先する。例えば一つ例やります。そしたら、トップ作ってから、下から動くんだ、腰から動くんだって言って、クラブを置きっぱなしにして、こうなっちゃうんですよ。そうすると、こうなる。なんでこれをやるかっていうと、ダウンスイングからクラブをこうやって下ろすのに、下から動かなかったら動けないよってコメントとかでももらったんですよ。当たり前で。じゃあ、言うよ。こうやってやって、この下半身のままこうやって打つ人いるかっていないんで、一人も。だから、下半身から動くのは当たり前のことだから意識しなくていいわけよ。だって、歩くのに上半身だけこうやって歩かないでしょ。足が動いて上が歩けるわけじゃない。それが当たり前なの。そう、右足出して左足出すと歩ける。それを過剰にやったら、クラブを振り遅れますよねってことをワンナップゴルフは言ってるんですよ。だってこうやってやって、こうやってやって踏み込むじゃん。当たり前なんだよ。だけど、こうやってやるでしょ。うん、だからクラブがこうやってなる。で、その原因として左腕で胸を潰しちゃったり、クラブのグリップエンドが先にこうやってきちゃったり、するんでインパクトで下、6時を刺さなきゃいけないヘッドが、この時に6時を刺せなくて、こうやってボールに当たって、開いて右に飛びますよってことなんですよ。それが100代、90代の方に多いっていうことです。だから、インパクトで、カチッってこうやって戻る動きは、どうすれば自分がやりやすいのかっていうのを、自分の体と相談してやると。
YouTube と雑誌に相談をしちゃいけないんですよ。自分の体は自分で意識するんです。その時に平井はベターして手首打ち、手打ちにしたりとか、あとはこうやってヘッドを先に落として回転させて、こうやってまっすぐ戻したりとか、いろいろ方法あるんですよ。変な話、プロゴルファーなんてどんなやり方だと戻るので参考にはならないんですけど、こうやった方が戻りやすいんじゃないですかっていうことをいろんな YouTube で言ってるってことですね。ただそれはクラブの動きをメインとして言ってる動画が少ないってことです。なんでクラブがこうやって戻るために自分はどうするかっていうのをもう一回考えてください。で、それが戻せてからじゃあスピードを上げようか、自分の飛ばしたい距離はどれぐらいなのかって次になっていくんですよ。周りが8番で150飛ばしたからって自分もじゃあ最初から8番で150飛ばせるかって飛ばせないんで、まずは飛ばせる準備をしてから飛ばすことっていうのが大事です。それがすごく大事なこと。それが準備がちゃんとできてくると殻を破れてその80代70代ってなってくるんですよ。でも必要なものが自分でインパクトゼロができたら、そっから次に必要なものって自分で分かるんだよ。でもそれもまっすぐ飛ばせることも全部どっかから引っ張ってきたもので、次に何するか、はい、おネタちょうだいってなっちゃうんですよ。それだと一人で何かできるってことが少なくなっちゃうんですよね。必ず誰かに助けを求めなきゃいけなくなっちゃう。イコールミスが出た時にどうやってそのミスが出たかがわからないんですよ。それだと困っちゃうんですよね。だから自分で全部わかるように感覚としてクラブが今どこを通ってて、どの向きにクラブボールに向かっているのかっていうのがわからないとダメなんです。だからその体の動きを優先しちゃったらクラブが二の次三の次になっちゃうんで、どういうふうな原因で右飛んで左飛んでいるというのがわからないから上達しないんですよ。感覚として今リストターンをしすぎて左行きました、低く出ましたっていうのをわざと言ってる。じゃあ次に振り遅れてフェースが開いて上向いて右に高い球打ちましたっていうのを打ちますって言ったら、こうやってなるわけじゃないですか。ああいうのをわざと打てなかったら分かったっていうことにはならないので、だからちゃんとわざと自分でショットを打ってみる、いや確かめ算をするようなもんですよね。そういうものも練習でやってみるとすごくいい結果が結びつく。それの逆をやったら逆の球が出るってことですよね。そういうものをぜひ100ギリ90ギリの方っていうのはちょっとやってみていただきたいんですよ。はい、これはすごく大事です。お腹いっぱいですから結構でもありますよ、多いですよ、なんで例えばのミスの原因とかいっぱい言うと多分時間が足んなくなっちゃうぐらいいっぱいあるんで、こういうことが起こってるんで気をつけてくださいっていうのがちょっとしてみたんですけど、注意喚起ですね。はい、なんでちょっと練習場で意識してやってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それはあれだよね、それに気づけるようになるまで練習しないといけないというか、球を打たなきゃいけないってことなんですね。自分がどうなってるか分かるまで、あで分かった後もならないようにずっと球を打たなきゃいけないっていうことなんです。そうだから一瞬良くなって調子崩れたりとか、なかなかやったことが自分のものにならないっていうのは、もう難しいことやってるとかできないことやってるとかっていうよりも球数が単純に少ないからね、打たなきゃダメだね。ただその打つ球数を重ねるっていうことは基本の動きだけで十分なんですよ。例えばストレートボールの基本の動きを100球打つんだったら、ドローフェードなんて10球ずつぐらいでいいんですよ。そんぐらい、10分の1ぐらいでいいんで、飾り付けっていうのはすごく少なくていいんですよ。要は感覚しかないんで。でも基本っていうのは絶対やらなきゃいけない。なんで、何発打ったっていいんですよ。無制限。とにかく球数を打って自分の感覚で分かんないとダメです。はい。大丈夫？はい。なんで、動画の方以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。